こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今日からボサノバのリズムを、これ質問も多かったですから、ボサノバの1番やっていきたいと思います。まずはですね、ボサノバっていうのは、まあ、サンバとボサノバの違いっていうのがよく聞かれるんですが、まあ、テンポのサンバのテンポの遅いものが、ボサノバって言われがちですし、実際そうなんですね。サンバっていうリズムがブラジルの中にあって、それをこう白人がそのリズムを使って、でもこうサンバってハーモニーが非常に簡単なんですよ。なんで白人はもっとこうギターでジャズのテンションみたいなのを使って、でもリズムはサンバを使うことによってこう複雑なハーモニーを使った新しい風潮という、ボサノバっていうのはニューっていう意味なんで、新しい風潮っていう意味でボサノバっていうのができます。ハーモニーが難しいと、あんまりテンポが速いと映えないので、やっぱり全体的にサンバのゆっくりでも、ゆっくりのサンバの曲っていうのもあるんですよ。なんでこうボサノバはまあサンバが遅いもの、リズムを使っているのでテンポが遅いものが多いというだけで、テンポの速いボサノバあればテンポの遅いサンバもあるんですね。で、まあ、リズムだけで言えば同じものなんだけど、音楽総合の雰囲気で言うと、ボサノバとサンバは全然違うということですね。そんな感じで、でボサノバっていうのは、まあ、大体どこの教本を見てもですね、8ビートの延長みたいに書いてあるんですよ。だから、実際これでもハマるんですね。ちょっとベースラインに合わせてやってみたいと思いますね。こんな感じで別に問題はないですね。これでやってもらっても構わないですが、これだとちょっとボサノバの本当のフィールというかっていう感じにはちょっとなりづらくて、どうしてもこうガツガツした感じになって、特に吹奏楽とかそういった感じでボサノバの曲をやると、これだとすごくこう混ざりにくいんですね。でボサノバサンバのサンバの特徴っていうのは、スルドっていう大太鼓があるんですけど、これの、リズムっていうのがどういう風になっているかというと、こういう大太鼓なんですね。で肩から吊るすんですけど、こう結んで開いてじゃないですか、ないですが、こう止めておいて、左手で止めておいて、このオープンで叩く、ワン、ずっとカーニバルやってるし、これ叩くので、もっとこうグルーブするためには裏拍を使うんです。叩いてオープンして、オープンからは手で押さえてクローズする。でこれに裏拍をこう口を使って、手はこうするだけなんですが、こうね、叩いて縁、弾いて、オープン、叩いて、押さえてと。で、これ気づかれた方もいらっしゃると思うんですが、足がこれをやってるわけですね。で、ベースのライン、先ほど聞いてたのとまさにその感じなんですよ。なので、このベースはこれを表現してるんですね。だからドーン、グッドーン、グッドーン。なのでこれを足で合わせてあげる。こんな感じですね。このフィールが中心になってるんですよ。で結局8ビートだと、要はグルーブするためには裏拍を、僕の教材ではレードバックするというのが後ろにするでしょ。でもこれってイン2なので、バスドラが2個目のがこう後ろに来るんですよ。これが8ビートだとこう滑っちゃったみたいになるんで、8ビートフィールで考えてるんではなくて、あくまでもスルドフィールで考えてる。でこれにシェーカーのシャカシャカを
なのでこうシェイカーっていうのは別になくてもよくて、だからこれはアゴゴのリズムなんですけど、まあいろんなリズムがありますが、まあよくあるのはこのパターンと今のカンカンカツカンツカ、この2種類が多いんですが、このアゴゴの要はセーブとハイハットのセーブとスルドのセーブがあって、要はスルドのセーブの中にハイハットとこうアゴゴの部分が乗っかってるみたいなイメージで叩かないとボサノバってうまくいかないですね。これでフィールをやるとさっきと随分違うんですが、こういった形で、リズムをこの大きなフィールをまず掴んでいただきたいということですね。8ビートのこの形でもこのフィールさえ掴んでしまえばまず大丈夫だということですね。さっきの一番最初に叩いた8ビートのとかなり随分違った感じになると思うんですが、ここをまずは理解していただきたいということですね。このベースの音源ですね、これベース取ってもらったやつで、これメロディーないんで著作権ないですから、あの詳細のリンクの方からメールマガジン登録していただけると、送られるように設定しておきますので、今までメール会員だった方もメールマガジンだった方も、それ登録してもらえれば、自動的にその郵送されるように設定しておきますので、ぜひ設定してみてください。それではボサノバ頑張って練習してください。お願いします。